毎度、徹子です。チャンネル登録をお願いします。GM の電気自動車シボレーボルトで発火事故が相次ぎ、お隣さんの LG がリコール費用18億ドルを負担するという話になっていたはずなのですが、未だにリコール費用の負担を渋っています。現在もハイレベルな競技という過程にとどまっていて、お互いに責任を押し付け合いをしているみたいです。発火元がバッテリーということが分かっているので、LG は言い逃れできないのですが、それでも逃げようとするってすごいです。ニュースの詳細。米自動車大手、ゼネラルモーターズ、GM と隣国の複合企業 LG は、長年にわたり手を携えて、電気自動車 EV の開発に取り組んできた。しかし、GM の EV、シボレーボルトに搭載した LG 傘下企業のバッテリーで、発火事故が立て続けに発生し、GM が大規模なリコール、無償の回収、修理を余儀なくされたことで、両者の蜜月は大きく揺らいでいる。GM のポール・ジェイコブソン最高財務責任者 CFO は、10日の投資家向け説明会で、LG のバッテリー工場の製造工程における問題を解決し、GM の品質基準を部分的に導入すべく、GM の技術者が LG に協力していると明かした。GM は、LG 傘下のバッテリー大手、LG エネルギーソリューション、LGES の隣国と、米ミシガン州にある工場が、ボルトの連続バッテリー発火事故の原因になっていると特定した。GM は、一連の事故をきっかけに、3件のリコールを実施し、関連費用は18億ドルに上る。機器の修理はまだ行われていない。とのことです。あかん。シボレーボルトの2016年末以来の製造台数の累計は14万台余りに達しています。初期モデルのボルトは、バッテリーパックをすべて交換し、後期モデルは、不具合のあるモチュールのみを交換するという大掛かりなリコールを実施するので、費用も莫大です。しかし、GM と LG は18億ドルという高額なリコール問題が宙に浮いたままで、関係が悪化しています。GM と LG が負担するコストは、最終的にもっと膨らむ恐れがあると言われています。リコールの原因は LG 製バッテリーということが分かっているのに、どちらがどのくらいリコール費用を負担するのか決まらないということは、LG 側が支払いを渋っているということです。LG 製バッテリーを採用した GM にも問題はありますが、発火の主な原因は LG 側にあります。それなのに支払いを渋るとか、通常シーンにも程があります。GM は LG と組んでしまったがために、甚大なダメージを被るかもしれないんです。GM のジェイコブソン CFO は、18億ドルのリコール費用について、LG が負担してくれることを期待していると説明しています。GM の考えは理解できるのですが、それを打ち破るのがお隣さんなんです。LG が反撃して、負担するべきリコール費用を GM に押し付けて、GM と LG は、共倒れになる恐れもあります。リコール用の新しい部品が手に入るのは今年11月以降になるということで、ボルトのオーナーは怒っていたのですが、バッテリー生産が再開したので、来月中にバッテリーの交換を開始するみたいです。バッテリー生産が再開したところで、リコール費用の負担問題が解消されたわけではありません。LG は故障の原因を追求するよりも新商品を開発することに夢中になっているので、それにLG に品質改善を期待するだけ無駄です。ほんで、GM は350億ドルを投じて、独自のパウチ型リチウムイオンバッテリー、アルティウムを搭載した次世代 EV や自動運転車の立ち上げを進めています。アルティウムは、オハイオ州とテネシー州にある LGES との合弁工場で生産して、GMC ハマー EV などのモデルで採用することになります。GM のアルティウムバッテリーは、ボルトに搭載されている LG 製とは、設計やサイズ、化学的組成が異なります。アルティウムバッテリーの製造と品質管理は、LG ではなく GM が担うということなので、早めに LGES に見切りをつけて、新しいパートナーと手を組んだ方がいいんじゃないかなって思います。8月下旬のボルトでのリコール発生を受けて、GM のメアリー・ワーラ最高経営責任者 CEO は、新たなパートナーを模索する可能性に国を残しているので、LG を見捨てる日は近そうです。GM は次の手を打とうとしているのですが、GM と LG が採用しているパウチセル技術は、
大型になるほど熱暴走が発生する可能性が高いと言われています。テスラのイーロン・マスク CEO は最近のツイッターへの投稿で同様のことを言っているので、バウチセル技術を搭載した EV 車はヤバいということです。 GM が生産するバッテリーは世界中で発火事故の原因となっている LG 製バッテリーのセルとは違うみたいですが、 GM の今後がちょっと心配です。こちらがお隣さんの反応です。リチウムイオンバッテリーは爆発性が最大の問題点である。結局全固体バッテリーが答えである。電気自動車はバッテリーが故障したらそれで終わりだ。そしてバッテリー10年で効率性がなくなるので中古車の価格が安い。半永久的に使えるバッテリーが出るまでは買いたくないです。電気自動車の充電費は安くない。全ての分野で中国企業と手を組んで親中的行動をとっていた中共左派の LG の没落はすでに予見されていた災いである。自動車産業は叩かれながら成長するものだ。やはりバッテリーはサムスン一択です。電気自動車はまだ時期尚早だ。少なくとも10年後以降に購入した方が安心して運転することができる。 SK は火災がないと言いますが、LG は火災が多いです。今後 LG バッテリーを装着した車は購入しないことにします。 LG は滅びゆく会社である。すでに数兆ウォン規模のリコールをしている。スマートフォンも中国の部品を使い、ソフトウェア能力が足りず倒産し、バッテリーでは20年間で最も火事を起こしている。金を節約しようと中国部品でバッテリーを製造した結果倒産しそうになる。携帯電話を作って倒産した企業マインドは健在だったようだ。 LG バッテリーもきっと中国産の安物部品をいっぱい入れて火災事故を引き起こした。 LG の携帯電話が潰れたのは安物の中国産の部品で組み立て、それを高く売るからです。これじゃあ誰も買いません。 LG 携帯はあまりにも安い部品で作ったので、どこで故障したのかわからない。故障したら解決することができず、サービスセンターに行ってもお手上げ状態だった。以上が国民の反応です。 LGES は45億ドルを投じて米国に2カ所のバッテリー工場を建設する計画なんだけど、爆発するバッテリーを購入したいと思う企業は存在しません。採用するにしても炎上リスクが高く、賠償金も天文学的な数字になってしまいます。工場で生産するセルの種類は明らかになっていないのですが、発火する可能性が高いパウチセルを変更するのであれば計画を一からやり直す必要があるので、投資計画はかなりずれ込むことになりそうです。むしろ巨額賠償金の支払いで倒産する可能性が高そうなので、工場建設の計画を検討し直すとか面倒なことはしないのかなって思います。最後まで見てくれてありがとうございます。